ジンバブエ・ジンバブエにおける死刑の項目では、ジンバブエにおける死刑について解説する。ジンバブエにおいて最後に行われた死刑執行は2005年7月22日であり、死刑執行人が引退してから公認が決まらない、状態が続き死刑が執行されていない。その後、2012年には候補者が選定されたものの承認を得られなかった。バージニアマルヒザ司法省によると、 2017年の死刑執行人の求人では数ヶ月で50人以上の応募が集まったという。AFP の報道ではこの背景としてジンバブへの失業率の高さを上げており、ある調査ではジンバブへの失業率は90%以上であったと報道した。ただし2020年時点でも死刑執行はされていない。ジンバブへの刑法における死刑は国家反逆罪、 殺人、内乱が対象となるが、それらの行為を行った者が21歳未満及び70歳以上の場合と女性の場合は、ジンバブエ憲法第48条に移行により、死刑を科されない。2021年4月のアムネスティ・インターナショナルによる報告によれば、ジンバブエは、現在も、一般的な犯罪に対する刑罰の一部に死刑が、組み込まれている国家の一つである。 2020年時点で88人の死刑囚が生存している。ありがとうございます。